ゆっくりしていってね。皆さんどうも、最近人助けにハマった連の2号です。皆さんどうも、いやさっさと誰か助けてみようと思う連の1号です。ではあそこの T34 さんを助けてみせよう。うわぁ。お前のドヤ顔のせいで台無しなんだよなぁ。第二次世界大戦当初から、ドイツ軍は様々な軍用車両を運用し、その機動力で各地で勝利を重ねていった。しかし、軍用車両の多様化は補給や整備の問題を引き起こし、ドイツ軍の内側から蝕んでいた。こうした問題に対処すべく、ドイツ陸軍は重量ごとに一戦車の標準化を行うエントリクルングスツーテン計画、略して E 計画を画策。その中でも将来、ドイツ軍の飛行戦力の一翼を担うことになる車両、それが今回乗ることになる E50 である。E50 は当時、ドイツ軍の最新鋭戦車であるパンターをも軽くしのぐほどの性能を発揮できるように設計されていた。主砲の71口径 8.8 センチ砲はティーガー2などに搭載された砲で、優れた威力を誇る。防御力の面でも、車体方向の傾斜を60度に変更したほか、離岸に対する抗弾性を高めるべく、車体下部の方向も網を厚されている。エンジンは HL230 を改良した HL234 を装備しており、このエンジンは900馬力以上の出力を発揮。E50 は360キロで走行できる。余談だが本社の砲塔は諸説あり、パンター F 型のシュマールトルームを搭載する説と、部品も多くを共有する E75 と類似したグループ車の砲塔を搭載する説がある。本社を含む E シリーズは E100 のみしか製造されなかったが、戦闘車両の企画化というコンセプトはアメリカの M4 のほか、現代に至るまで様々な車両に採用されている。というわけで今回はそんな車両に乗っていく。改めまして皆さんどうも、連の2号です。連の1号です。今回持っていくのはドイツティア中中戦車 E50、ドイツ最強の中戦車ですね。あ、おい待てい、レオパルトシリーズと E50M がいるやねえか。レオパルトは MBT だから厳密に言うと中戦車がないし、E50M はローゲーミングの架空戦車だから実質ベラルーシ戦車です。うーわ、出た、16式は戦車がないとかって言ってそうなめんどくさいタイプのオタク。この動画っていつも性能解説を試合後にやってるらん？そうだな。あれ試合前にやった方がいいんだねえの？テーマは試合中だぞ。なら今やるまでよ。おいやめろバカ。問答無用。ということで、主砲は貫通以外はそこそこ濃厚な 10.5 センチ砲ですね。拡張で貫通力を強化すれば、そこまで貫通に困ることはないですね。とこんな感じでいいのか？ええで。たく、最終回でも行き当たりばったりだな、この動画。方向面では正面に限って言えばかなり硬いよ。正面を向き、少し距離を取って小刻みに動きつつ、ハルダウンをするとかなり弾けますよ。でも正面を向くと、死角がゴロしか取れないから注意な。機動力に関しては、出力重量比が低めで加速がかなり悪いけど、最高速がかなり高いおかげで、陣地転換には困らないよ。相当の車体の旋回性能が終わってるので、NDK とかは苦手ですがね。走行としては若干癖はあるものの走行すべてバランスよく、まとまっていてかなり扱いやすく、初心者にもおすすめできる戦車だね。なおおすすめしている本人は E50 以外のティア2戦車は。ってことで初動は西側、こいつの圧倒的走行で、各地帯を目に行きますかね。もっと他に言い方あるだろ。おっと STA 君、そんなに詰めて何もおるか？うわぁ、ダメっぽいですね。プロネットとクロス、組まれてるしか付けられないぞ。楽しいなぁ。だが 10.5 センチ砲が許すかな？うまいぞ相当に。サンパー性別をたくさん持ってきた俺にとってはこのくらい楽勝よ。すぐそうやって調子乗る。うるせぇ叫ぶんだねぇ。なんであのタイミングで動くんだよ、ふざけんな。まあでもあの、パンツが動かなくても抜けれたかどうかは微妙だけどな。一度戦況でも話して頭を冷やせ。戦況としては当該のティアの戦線でも不利ですね。東側はまだしも、西側が突破されるのは未完の問題といったところでしょうか。これ東側もやばいんだね。ここら辺は E50 で正面向いたまま頭出しできる貴重なポジだから捨てたくないな。自分から包囲されに行くのか。なんかパンツと弾き合いっこしてたら、バッテン4号と俺たちだけになってました。弾き合いっこってなんだよ、弾き合いっこって。こういうことだよ。何やってんだあいつら。とそもそも敵の重戦車が来そうだから待ち伏せしとくか。来た前回もこのネタ使ってなかったか。キネマスターのプレミアムがおらる前に完成させなきゃいけないから急いでるんだよ。だからつまらないネタを連発していたのか。ティアノとからかとパンツくんに。あらー使う子がいたらネタ切れの匂いがしますね。そうだぜ。じゃあさっさとネタをリロードするんだよ。アクチロよパパム弾持ってこい早く。あ、来ないパターンだこれ。このままだとパンツとしまぎ号にクロス、組まれるのでパンツありに行きますわ。味方のバッテン4号は見殺しですか。バッテン4号。たくましく生きていてくれ。ってことでパンツとの決着をつけるか。決着。死んだな。オールスリー。
とここからバッテン4号とクロス組めそうだからやってみるか。ドバーダリアとケールイソーにもドーラージョッタイうわーしゃなんか別の動画のやつがマジしてねえか。気にしたら負けだ。とこれで枚数が逆転。ホモトクルーも一点攻勢ですね。やはりこういう時に貫通がないのがきついですな。でも頭が効いてるしノイズ剣もこっち抜けないだろ。いやこれ思いっきり車体はみ出てんぞ。しゃーない一旦下がるか。とどめはお金を節約して通常なんでとがー回数回だからってスタート1も再現しなくていいから。まあ気を取り直して課金団で仕留めるか。じゃあ死ぬか。しゃーない。ということで結果はこちらの勝利。トップガンと鋼鉄の壁をゲットし、一番手でしたね。あっちは最終回と言ってるけど、ブリッジを引退するわけじゃないから安心してくれねん。リプレイもまだまだ残ってますしね。まあつまり、このシリーズが終わるってだけで、ブリッジの動画はまだまだ投稿するのってことだな。そんなこんなで時間も押しているので、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。うわぁ、センス疲れたもーん。で、次はどんな動画を作るんです。まだ決まってないんだよな、それが。この